あれよあれよという間に一般国民の経済力がそがれ抜かれて知らぬ間に気がついてみたら経済的な貧血になってしまうような事態に世界の秩序が変化している件について今回は見ていきたいと思います世界の秩序が変わったあなたの財布の中身にとって何を意味するのかから今大きな変化が起きていますそれと言いますのもここ数ヶ月金融機関や政府が白昼堂々と 人様のお金を盗むという一般国民にとって不穏な動きがありました我々は人としてのモラルを人間性を完全に見失ってしまったのでしょうか少しだけバイアスを取り除いてみてくださいちょっとだけ心を解放してみてください明けなしの虎の子を投資して幸運にも少し余裕を感じている方々もその安心感をそっと横に置いてみてください安定したサラリー受け取れると思っていたお給料 と受け取れるであろうと思っている退職金を当てにしている方々も、少しの間それを横に置いて客観的に一緒に考えてみてほしいのです。そして事実だけを見つめてみてください。以前の動画にもあったカナダのトラックのデモの件はご記憶でしょうか。そうです。カナダ政府は抗議デモを理由に多くの国民の銀行口座を使えなくしました。 一国の指導者、ロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵攻の決定は、ロシアの株式市場が50%近く下落したことによって、数週間で数十兆円の損失をもたらし、ロシアの信用力を奈落の底に落とし、原油価格の急上昇を招き、 世界中の数十億人の人々に影響を及ぼしています。西側連合による経済制裁の国際銀行通信システムの SWIFT からロシアを遮断したことなどによって、銀行の取り付け騒ぎを引き起こし、銀行の危機を引き起こしています。 大体それ以前から選挙で選ばれていない国民を代表しているとは言えない世界の中央銀行の役員たちの決定によって世界の資本市場の運命を実質的に支配している一握りのグローバリストによってかき乱されていました世界中で何かがおかしいと人々は酔いから覚め目覚める人が急激に増えています カナダのトラック運転手の抗議行動について驚いたことにこれらの緊急事態法が訴求的に可決された件があります過去に遡って裁くという法治国家においてあってはならないことが起こったのですつまりそのトラック運転手に寄付した時は合法でしたしかし今あなたはカナダの法律に違反しておりカナダ政府は正当な手続きなしにあなたのお金を凍結することができまたしています 合合法法的にににに寄付したのに後ななって非合法になるそれが実際に何を意味するのか考えてみてください。実際にクラウドファンディングゴーファンドミーは間違いなく政府から強制されて900万ドル相当の寄付金を盗もうとし米国の共和党の州の知事たちから訴訟を起こされる恐れが出てきたため結局寄付金は返金されました。 しかし次の時は知事の訴訟に対処するための対策が講じられるのは間違いないところではないでしょうか。そして政府は政府で西側の政府がロシアをスイフトから遮断しロシア中央銀行の準備金を凍結してそれを盗むという方向に進んでいます。考えても見てください。西側政府はロシアの富裕層の資産とお金を募集しました。これにはイギリスのプレミアリーグのサッカーチームチェルシーとロンドンの資産 不動産も含まれていました。チェルシーのオーナーとウクライナ侵攻に何の関係があるのかと思うかもしれませんが、それはいい質問であります。そして誰もが驚いた LME ロンドン金属取引所 LME 事件が起こりました。LME は40億ドル相当の9000件のニッケルの取引を強制的に取り消してしまい、事実上ごく普通のトレーダーから盗んだお金を使って中国の大物の救済に使ってしまいました。 道徳的な節度を失っていること、モラルハザードを引き起こしてしまっている件の話、アンレマーな話になっています。皆さんの中にはトラック運転手のデモ隊が嫌いな方もいらっしゃるかもしれないし、先物トレーダーが嫌いかもしれませんし、ロシアの富裕層が嫌いかもしれません。それはそれでいろいろな考えがあると思います。それが感情というものです。 しかしここ数ヶ月、ルビコンの川を渡ってしまいました。世界のモラルは後戻りできないというところまで崩れてしまい、私たちがこれまで生きてきたルールに基づく、世界秩序がなくなってしまったことを知るべきです。今までの世界は壊されてしまいました。皆さんのお知り合いの大半の方々は、このことを理解してくれないことでしょう。この件を説明しますと、怒り出してしまうかもしれません。それを聞いた方々は、何が実際に起こったのか。 主要メディアでその説明や原因を探すことになります。主要メディアの説明に納得はしないものの、彼らの言葉を信じてしまうことでしょう。なぜなら忙しい日常生活の中、現実に直面し、それを考え、真実に向き合うのが辛すぎるからです。主要メディアの世界に完全に浸っている人々に説明することは、いわば酔っ払っている人に、あなたは酔ってるでしょう。というようなもので、もちろん酔っ払いは酔ってないと主張します。実のところ真実は、 あなたの純資産がゼロであるということです。あなたの消費財産はゼロです。私の純資産もゼロです。何もありません。私たちの純資産はすべて、それを保有する金融機関の財産です。私たちが所有していると思っている土地でさえも、それがどこであろうとも、国家がそう決めると選択すれば、国家の財産となってしまうような世界です。 私たちがそれを取られないために、維持するために必要なのは、彼らの基準で良い,い記録に留まることです。その視線を超えてはならないということです。CBDC、中央銀行デジタルキャッシュが発行されますと、お金はすぐにこのカテゴリーに入り、分類されます。私たちは彼らが適切とみなす目的のためだけに、それを使用することを許されることでしょう。悪い知らせだけではありません。良い,いニュースは、共産主義は決して機能しない。 うまくいかないということです。人間は自由を求め、道を切り開くことでしょう。この全体主義体制の亀裂は私たちの道を示し始め、それとともに私たちがこれまでに経験したことのない大きな障害がやってきます。それをうまく乗り切れることを期待しようではありませんか。さすれば私たちの子供たちや孫たちは我々に感謝するであろうと著者は締めくくっています。世界の中央銀行の政策で流行り病で、ウクライナで、 危機また危機を理由としてエネルギー、食料価格を押し上げ、一般国民の富はグローバルエリート、富裕層に移転し続けています。危機また危機があれば、一般国民はその度に影響を受け、その度に主要メディアの考えと市中の考えに分かれ、またぞやお互いデマデマデマと分断してしまいます。次は中央銀行デジタルキャッシュを導入し、完全管理を試みますが、失敗するとの見立てで、 それによって政府の絶対管理は人々が抵抗すればですが成功することはないのではないかと言っています。ただ日本におきましては緊急事態条項と憲法97条の方の基本的人権の削除によって憲法11条だけとなり人権を弱めそして緊急事態条項が追加された場合カナダで起こったような寄付した時は合法でもその後緊急事態法によって訴求して 遡って違法とされてしまったり、不動産を含む所有権にも影響が及ぶ可能性も視野に入れざるを得ない流れもあります。知らぬ間に経済力を国民から抜くのではなく、明るさまに抜かれて貧血とされてしまう事態になる予兆が出てきています。今できることをしつつ、お仕事や投資を通して、それを失う以上に付加価値、富を作り出し、本物の成長を、そして新しい価値を提供できれば、 経済は満ち溢れ、れ活力が生まれます。以上今回は世界の秩序が変わってしまった件についてでした。今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。